どうもレオチャンネルです。本題からセレクションガチャ引いていきます。タイミングが遅いのでなかなかね見てもらえないのが心苦しいですが、よく考えて引く決断に至りました。まずいろいろ突っ込みどころはあるけれど、やっぱり近本が欲しい。リア対リーグ用で2体持ちしているんですが、リーグ用の近本のスピリッツが4100、そしてこのセレクションが4700なので600もアップする。それにね限定の写真も欲しいというところがまず1人目。そして当たりの2人目は福留。当たれば阪神版から継承します。阪神版はね残しておきたいなっていう気持ちももちろんあるんですけれども、強い福留を使いたい。そしてね12球団でリアタイするとき、やっぱりライトちょっと今若干ねスピリッツ弱いかなと思ってるんで、そこら辺もね強化できるかなと思います。そしてナンバーワン、一番欲しいのはもうこの選手のために引くと言っても過言ではない、中島。まあ阪神じゃないんですけど、やっぱり現役あの西武時代すごく見てたので、でね自分も野球するときね中島のバッティング真似したりとか、本当にね大好きな選手なんで、欲しいです。で密かにね登場も待ってました。 A が5枚で巨人版の S ランクが1枚あるので称号までできます。まあ、そんな感じでざっとこんな感じ。1番は中島、引けたら即終了。2番は近本、これタイミングですね。タイミング次第で、続行か、まあもうここら辺で諦めようかっていう決断をします。で3番目は福留、これ引けても続行します。まあ、そんな感じでセレクションに関してはね皆さんもちろんご存知だと思いますが、90連以降は真っ暗闇なので、いかに確定以外でセレクションを引けるかというところが大切です。さあ早速引いていきたいと思います。レオチャンネル。さあということで20連目からになります。無料10連は、マー君、そして10連目限界突破コーチ付きのガチャは、S ランクが出ませんでした。さあそんなことで20連目から演出はあんまりなさそう。まあこの動画がね実はちょっと久々の動画投稿になるんですけれども、初見さんに関してはまあ初めまして、阪神純正やってるレオチャンネルと言います。主にねまあ阪神限定で、選手集めたりしてるんですけども、やっぱり阪神選手だけだとどうしてもねやっぱりモチベーションとかも、関係してくるんで、徐々に今のところは、阪神以外の選手も集めながらリアタイを楽しむという方向性で、プロスピを遊んでいます。で、まあ、ちょっとね個人的にすごい大きい出来事がありまして、どうやらこれは10連目はなさそうかな。はい、お母さん、まあしょうがない、まあ、30連目確定でね誰が出るかというところなんですけど、まあ一回ちょっと話戻りまして、でまず悲しいことがあって、9月のなんと、仕事でですねアメリカ出張に行くことになりました。そしてなんと期間がですね9月の8日から9月の16日、プロスピのね最大の目標でもあるスピリーグ予選ともろかぶりをしてしまいました。いやーそんなことあるっていうね、そんなことあるかね。いやーなかなかねちょっと現実を受け止められなかったんですけども、まあ致し方ない仕事だしね、仕事を自分がまあ頑張って評価されて、おお、あ、そういう、そっか、確定か。ちょっと話すのに夢中で格闘技忘れていた。まあね、評価していただいてのアメリカ出張っていうところなんで、まあ、これはね、僕も望んでたことなので、もちろんね、嬉しいんですが、うん。いやーね、なかなかね、現実ってのはうまくいきませんね。まあ、まあ、ということで、今回のスピリーグは、無念というところです。うん、小林選手。そうか、まあ、これでもね小林選手強いと思いますよ。普通に12球団をメインでやってる人とか、まあ、あとロッテ純正ですね、ロッテ純正の方は絶対に、狙った方がいい選手だと思います。めちゃくちゃ強い選手だと思います。さあ40連目いきましょう。まあ、そんなこんなでね、うん、いやースピリーグに向けてね全て、まあ、選手を整えたりとかしていたのでかなりね悔しい気持ちはあるんですが、うん、阪神純正もね、結局ね参加はできないんですけど、めちゃくちゃ仕上げたので、まあ、ちょっとその仕上げたまとめ動画なんか出せたらななんて思ってます。でまたちょっと来年に向けて、選手たちをどういう風に、強化していくかみたいな話もね、あ、ちょっと気は早いですけどもできたらなと思ってます。まあ、とりあえず今年2024年のスピリーグ予選
参加される皆様、まあ、特にね自分は阪神やってるんで阪神純正の皆さん、それぞれのベストが出せるように、健闘を祈っています。やっぱりね1000位以内に入るとリボンもらえるので、まあ、ちょっとリボンとは縁遠いなって思ってる人もねぜひ諦めずに。おっと、ちょっと待ってください。50連目これ確定以外、確定以外で今来ました。さあこれね2枚引きできたら嬉しいけど、今のところは2枚引きはなさそう。これ本当に 30% が引けるか引けないか、これ本当に大事。もうね90年以降は行きたくない、本当に行きたくない。このセレクションの闇ってものをね知っているので、いやー怖いんですよ、本当に怖い。あと1枚だから、まあ数連やれば出てくるの。じゃあくそ、しまうち、どうだいし、なんだよカードばっかりじゃねえかよ。まあということでね、こればっかりは引けないと。まあ 30% 難しいですからね。マー君、マー君は嬉しい。これでできればマー君残したい。今ねマー君10連で当たったんですが、無料の、できれば残したいね。これで2極みにはならないけど、超2か、超2まではいけますからね。まあ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 、というところ6連目、60連目確定ですね。これ確定、誰が出るか。ここで中島が出たらもうそこでもう即終了。福留が出たら続行します。近本が出ても続行します。そんな感じの60連目ですね。いやー緊張しますね、一体誰が出るのか。今ね結局ねシリーズ1に関してはエナジーを本当に使わませんでした。1回も使わなかったガチャで。だからそんぐらいね欲しいガチャがもう正直阪神純正をある程度やってる人からするとありません。魅力的ある選手が通常にもいないし、限定のねその期間限定のところでも出てこないし、欲しいと思う選手が、ってなるとねやっぱガチャは引かないですね。だから僕みたいな、阪神純正をある程度やり込んでる人は同じだったんじゃないかなと思います。それかもうね阪神以外の選手の目玉で使っているかだと思います。まずはね、まずはこの60連目が誰が出るかだけちょっと、整えましょう気持ちを。さあ中島来い、大瀬良、広島カープの流れがちょっと来てるね。大瀬良か、いい選手だけど、大好きだけど、大瀬良嫌いな阪神ファンいませんよね。70連目か、いやもうこれ90連目までは行くだろうな間違いなく。これいいんじゃない、この赤い演出結構熱いですからね。さあ来い、ピッチャー来い、ピッチャー来い、よしよし、 S 確定です。ここでグイングイングイングイで S2 枚目、 S2 枚目は来ないと、1枚です。ただこの1枚で 30% 引ければ90連目で、確定のねセレクトミスターできますので、まあ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 最低限というところでしょうかね。いや誰が引けるかだな、マジでマジで来い、マジで来い、長岡、長岡阪神戦めっちゃ打つ、阪神戦めちゃくちゃ打ってる印象、羨ましいね。ショートで守りも良くて打てるバッターなんか最高ですね。いやいい選手でしょ長岡は、ただいらないけど。さあそんなこんなで80連目、90連目、いやあっという間だな。溜めてたエナジーもねあっという間になくなっていきますよ。まあやっぱりねセレクションガチャって怖いですね。この90連目まで引いて落ち着けない、ここからが勝負っていうガチャですからね、なかなかやっぱり怖い。まずはね1枚引かなきゃいけないっていう、まあ、このモチベーションしんどいですね。最悪の演出ですね。いやーみんなはねセレクションガチャ迷ってたら引かない方がいいです。僕はちょっと本当にね中島が本当好きな選手で、で登場ずっと待ってたんですよ。でまあちょっと今回スピリーグにも出れないともう分かってしまっていて、阪神をそこまで変な話今現状極めなくてもいいと、ですでにもう極まっていると、そんなね気持ちでこのエナジーをまあ貯めていくのもね、もちろん大谷翔平が出てきたら本当に欲しいので、まあ貯めておくに越したことはないんですが、今を楽しむために引きます。さあチームを、西武ライオンズに変えました。もちろん、中島を当てるため地引き演出
出していきたいと思います。しっかりと中島も表示させてこの儀式もしました。まあ意味があるか分かりませんが、しっかり、ね、欲しい選手はこの選手ですよとこのゲーム上で読み込ませて、さあその選手を導くと。中島、皆さん出ると思いますか？さあどうだ。おー、1枚かな、渋いかな、これは。あー、さあ記者来い、記者来い、カメラマン、カメラマン、カシャ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 、来ないのかよ、来ないのかよ。でもね、演出、自チーム演出がなくても自チームの選手来ること全然あります。というところで中島いらっしゃい。近本浩二来た。ここで90連目でどうしよう、めちゃくちゃ迷うタイミングで近本登場、めっちゃ迷うな。翌日、めちゃくちゃ迷いますが10連目いきます。いや渋いな、もうこれでも勝負しなきゃいけないと思う。フィーバー、よしよし、勝った。もうこれ誰でもいいです。中島だったら最高、近本も残せる、マークも残せる、中島だったら最高です。ただね、もう中島じゃなかったとしてもこれもセレクトミキサーします。近本もマークも出します。これはね、出し惜しみせずいきます。近本なんでね、結局今回ね、コナミさん弾道も据え置きのね、変わらず中弾道ですし、能力もね、はい小林選手と、まあ全然いいでしょう、変えませんでしたしね。何をもってね、阪神純正があの近本を取り行くのかって話ですよ。本当にもったいない、本当にもったいないと思います。これが例えば弾道ね、ラインドライブにしてたら、能力上げてたら、特殊能力変えてたら、それ取り行きますよ阪神ファン。本当にもったいないですね。というところでセレクトミサー、あ、マー君もちょっと今ロックかかっていましたと。まあそんなコントでね、ちょっとモチベーションを、自分の中でね、継続させるためにやっぱりちょっと刺激が欲しいというところで中島選手を選択しました。まあ後悔はもちろんありませんね。中島選手をね、極みで称号もつけて、これからリアタイで使っていきたいと思います。阪神純正をやりながらね、まあ7対3ぐらいの割合で、その3割はね、ちょっと阪神純正若干飽きてきたなと思ったタイミングで12球団のオールスターのね、リアタイをやることが多いので、その時に中島選手使って楽しんでいきたいと思います。皆さんもね、プロスペースもちろんゲームなので、無理をせず自分の楽しめる範囲で、かつね、自分が、まあ一番の目標に向けてまずは頑張ってもらいたいんですけども、目標が見失ったりね、自分みたいにうわどうしようってなった時は、まあその時のね、自分のベスト、このまあゲームですから、一番その時楽しめる最善の方法を取ってみてください。次の動画はできればスピリーグこういうオーダーで出ようと思っていましたみたいな動画が出せたら嬉しいと思います。皆さん、9月の8日からスピリーグ楽しんでください。それではレオチャンネルでした。バイバイ。